皆さんこんにちは、ペスでございます。猫姉妹とインディシェ部長でね、遊んでおります。三国志イレブン続きやっていきましょう。ねちょっと出陣を、捕獲とね、ああそうか、武器が足りんねや忘れてたどうしよう、こっちは、ああ槍があるな、うん、ちょっと移動しちゃう。ココさん、宝石さん、で、カオンさん、チョウヒさん、チョウウンさん、で、特技やね。よいしょ。捕獲とね、ちょうど強奪が4人ずつなってるんで、で、あとは次は知力で、でね、そろそろチョウコさんとチョウカクさんどうするかやね。まあもう置いててもね、そんなにあれかとは思ってるんですけどね。あとは、あーなんだ、スイコさんだけ上げてこないかんねんね。まあこんだけやだね。で、忘れないうちにちょっと。でも能力80以上ある人は上げきれたんかな。まあちょっとあと一月頑張ってもらいましょう。で、あれいないのね、運べる人がね。ちょっと高順さん連れて行っとこうか。
あ6万ぐらいでええか。承知。あ、渡っていくね、多分、うん、僕よりもええかもしれんな。承知。よしよし、うん、これで、回しちゃいましょう。撃て戦車撃て。よく狙え。さあ、行きましょうか。まあもう強奪いうてもね、アイテム持ってる人そんなもんからね、コウソムサンさんはあるかもしれんけどね。急ぐぞ。
馬長さんとね、長さんを組ませましょう。かく乱しようとしてたね。あ、そうか、交換がないから進軍。あ、槍がない
騎馬部隊やな。郭挙兵さんと孫恵さんは槍やねんね。走れ！
まあこんなもんか。あ、お時間がね、20分になりましたんで、残りのちょっと手配等はまだ届かんのよね。また次回にしましょうか。では、今回はここで終わりたいと思います。ありがとうございました。それでは、さよなら。